私もですね、去年の3月こちらのお店に着任をいたしまして、まあ、丸1年、お世話になりました。まあ、逆に言えば21年間ここにいらっしゃる皆さんにお世話になったことを非常に感謝申し上げます。丸広日高店は今日で閉店となりますが、丸広自体はまだこれからも営業をしていきます。まあ、近場でいうと飯能店ですとか川越店、ここにいらっしゃる方は、本当に支えていただいたと確信しておりますので、これからも丸広をご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。本当に21年間丸広日高店をご利用いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。今日ご挨拶するつもりがなかったのでちょっと感情も入っちゃいましたけれども、本当にありがとうございました。以上です。すいません。ありがとうございました。
ちらもいっぱい帰っていただきました。今日はありがとうございます。